ジョバ・チェンバレン、ジョバ・チェンバレン、ジャスティン・ルイ・ジョバ・チャンバレン、1985年9月23日体は、アメリカ合衆国、ネブラスカ州ランカスター軍林カーン出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。現在は、フリーエージェント、FA。登録名のジョバは、ジョバではなく、ジャバ、JABA と読むのが正しい。父親は、米国先住民。 ウィンネーバー五族インディアン。一歳の時に両親が離婚し、姉と共に父に引き取られた。生活が苦しかったため高校時代は、市役所で、肉体労働などのアルバイトでスポーツをやるようや、大学進学費用を稼ぎ、進学。その後ネーブラスカ大学リンカーン校へ転校し、2005年のカレッジワールドシリーズ出場へ導いた。の、MLB ドラフト全体41位。 トム・ゴードンの FA 保証で得た一巡目指名権で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、契約。この年は、ハワイ・ウィンターリーグに参加し、防御率2.63の成績を残した。バイエ級単イ・ヤンキースで開幕を迎え、7試合で4勝0敗、防御率2.03の成績を上げて、AA 級、トレントン・サンダーに昇格。ここでは7試合で4勝2敗。 防御率3.43の成績を残した。7月8日には、フューチャーズゲームに出場した。7月24日に、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリヤンキースに勝つ。翌日に先発して5回10奪三振で、トリプル A 級での初勝利を挙げた。8月7日に、メジャー初昇格。同日のトロントブルージェイズ戦の8回に3番手として、 初登板し2回を無失点に抑えた。9月5日に初勝利、9月23日に初セーブを挙げ、自責点は9月16日に1点ついたのみで、レギュラーシーズンを終え、チェンバレンはポストシーズンを勝ち抜く上での牽引者になることが期待された。クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズ第2戦、7回途中1対0で、ヤンキースがリードした場面で登板。 7回は無失点に抑えたが、8回頃から球場に、ハーリが大量発生し、チェンバレンにも襲いかかり集中力が途切れ二度の、冒頭で同点となり、延長11回に、ヤンキースは、サヨナラ負けを喫した。ポストシーズン2回の当番となった第3戦では2回を、投げ自席点1を記録し、チームは1勝3敗で敗れた。シーズン終了後に、 ヨハン・サンタナ獲得の交換要因にすることを拒んだ。は、150イニングと言われる投球制限を設け、前半をセットアッパー、後半は先発ローテーションに入れるという構想で、シーズンを迎えた。ローテーションの一角として期待されたフィル・ヒューズは4月30日に、故障者リスト入り、イアン・ケネディは5月4日に、マイナー合格に対しチェンバレンは順調な投球と、続け、 先発対暴論が紛失するようになった。6月3日、初めて先発として登板し、その後も先発として登板していたが、8月4日のテキサスレンジャーズ戦で右肩を故障し、戦線離脱。9月2日に復帰以降はリリーフとして登板。はメンタル面が問題視され、ポストシーズンのロースターから外れる予定だったが、フィラデルフィアフィリーズとのワールドシリーズに出場し、 第3戦の7回から登板し三者凡退に抑えた。第4戦では8回から中継ぎとして登板。ペドロ・フェリスに本塁打を打たれ、同点に追いつかれたが、直後の9回にヤンキースが3点を追加し、勝ち越したため、チェンバレンが勝利投手となった。第6戦では6回西から登板し、1回を無失点に抑え優勝に貢献した。 は先発ローテーションの5番手の座をフィル・ヒューズに奪われ、リリーフに専念。自己最多の73試合に登板し、3セーブを挙げた。は、6月8日に右肘を故障したため、故障者リスト入りし、6月16日にトミー・ジョン手術を行った。5月22日、タンパジャンプセンターのトランポリンで跳ねていた際、右足関節開放性脱臼骨折したため、 60日間の故障者リスト入りした。足首とトミー・ジョン手術を行った右肘が感知したため、8月1日のボルチモア・オリオールズ戦で復帰。7回から1.2回を投げたが、JJ ハーデから本類打を打たれるなどして2失点を健常した。アメリカンリーグ・ディビジョンシリーズの第4戦では延長12回から登板したが、マット・ウィータースの折れたバットが肘に直撃し布し、 交番した。5月2日、右内腹舎筋の針で15日間の故障者リスト入りした。5月30日に復帰、オフの10月31日に FA となった。2013年12月12日、デトロイトタイガースと1年250万ドルの契約に合意したことを報道され、12月13日に球団が正式発表した。は タイガースのリリーフ陣の一角として、自己2位となる69試合に、リリーフ当番2011年以来となる、防御率4.00未満及び、ホイップ1.50未満の成績を残し、チームのプレイオフ進出に一定の貢献をした。オフに、FA となりも、2月24日にインセンティブ付きの1年100万ドルで、再契約が発表された。 開幕後は30試合に登板していたが、7月3日にリーフとなり、10日に自由契約となる。2015年7月21日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。移籍後は、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで7試合に登板し、10失点を記録した。8月14日に自由契約となった。2015年8月16日に、 カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。9月7日にメジャー契約となり40人枠入りした。ロイヤルズ加入後は6試合に投げたが、防御率7.94と炎上した。シーズン23成績は36試合に登板して、0勝2敗、防御率4.88ホイップ1.70という内容だった。ワールドシリーズ第一戦当日の10月27日に、 ディーフとなった。2015年12月1日にインディアンスとマイナー契約を結びのスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月4日にトミーハンターの15日間の故障者リスト入りに伴いメジャー契約を結んで昇格した。7月4日にディーフとなった。1月20日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約で合意したが、 スプリングトレーニング中の3月22日に自由契約となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。